10月29日、今日も晴れ。私は部屋で一人ぼっちです。息を吸って吐く。これの繰り返しで一日が終わる。なぜみんな私から離れていってしまうのでしょう。私が何をしたんですか。お母さんも先生もあざみもカイザー祖父さんまでもが私を避けます。天国のお兄ちゃん、私を襲ったお兄ちゃん、これはあなたの呪いですか。私はあなたのことを、いや私自身のことでさえ、Kあざみから教えてもらった知識でしか知りません。でもね、私はあなたを恨んでません。記憶にないんだから恨みようがないじゃないですか。だからお願い、みんなを返して、私を一人にしないで。お兄ちゃん、私本当に恨んでないんだよ。お願いだから、これ以上私を苦しめないでください。あなたの呪いを解いてください。私は祈りました。光あふれる窓の外に向かって、光の彼方にいるお兄ちゃん、私を救ってください。手を合わせ、何度も何度も祈りました。よく晴れた青空に私の祈りが響きます。そして光に包まれ溶けていく。祈りは届きませんでした。